はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、ちょっと最近暑いっていうことで、水出しコーヒーを久しぶりに仕込んでいきたいと思います。使うのはこちら、ハリオのフィルターインコーヒーボトルっていう水出し用の、コーヒー器具ですね。水出しのコーヒーには大きく分けて2種類の抽出方法があって、一つは滴下式、ウォータードリップムービングに代表されるような、こう一滴一滴水がポタポタ落ちてきて見るのも楽しいで、ゆっくり、まあじっくりね、入れるのを楽しむみたいな感じのタイプと、こういう、冷蔵庫にもうぶち込んでおけばすぐできるっていうのは、すごく簡単なやつですね。紳士式っていうんですけど、こういうタイプがあります。まあどっちがいい悪いってわけでもなくて、楽しみ方の差と、まあ味もちょっと変わってくるからね、温度が違うから、基本的に滴下式のウォータードリップムービングとかは常温に置いていくタイプになるんで、抽出中に水がぬるくなるのを避けたいっていうのであれば、こう氷を入れておくとか、いろいろ工夫が必要になるんですけど、まあ基本的にこれ本当に簡単なんで、コーヒーの粉と水さえセットしてしまえば、もうあとは冷蔵庫に入れておくだけで安定して、コーヒーをね、抽出してくれるんで、すごく手軽です。まあ最近コールドブリューってめっちゃ流行ってますからね、そういった面でもお手軽に試せるんで、すごくおすすめです。とりあえず開けていきましょう。よいしょ、ほい、おお、いいね、いいね。まあだいぶ可愛らしい感じのフォルムです。色はいくつかあったんですけどね、一応茶色を選びました。まあコーヒーっぽいでしょ。はい、そしてパーツは3種類。まずはこちら、コーヒーのサーバー部分ですね。ここにコーヒーが溜まります。そしてこちら、コーヒーの粉を格納しておくコンテナですね。この中にコーヒーの粉がまとまっているんで、もう捨てる時も、よいしょ、この蓋を開けてポンポンって洗えば簡単です。で、このモデルはちょっと特殊になっていて、おおほら、線がついてるんですよ、線が。あの、なんでそんな線で感動してるのかって、もう当たり前じゃないかって思うかもしれないけど、僕ね、今までこのハリオの、水出しサーバー使っていたんですよ。これ蓋がね、まあるっちゃあるんだけど、ちゃんとね閉まらないんだよね。基本的な構造はほぼほぼ変わらないんだけど、なんというか、こっちはサーバー感が強いとか、デカンタ感が強いっていうか、注ぐことをメインに考えてるんだよね。ちゃんとした線じゃなくて蓋だから、あくまであんまりこう密閉に向いていない、だから冷蔵庫の匂いとかが若干つくんじゃないかなって心配ではあるんですよね。まあ一応味に影響を感じたことはないから今のところ大丈夫だと思うんだけど、まあ線の方が安心だなと。あと、あ、もう一つ、これ注ぎ口がここにあるから、どうしてもね、冷蔵庫から出そうとするとちょっと斜めに揺らしてしまって、ちょっとこぼれちゃう時があるんだよね。これがちょっとストレスで、やっぱ線の方がいいなと思ったんですよ。ただまあ基本的な構造は全く変わらないですしね、まあ安定のハリオさんということで、まあ信頼もしているんで安心して買いました。今日はこいつで水出しコーヒーを作っていきたいと思います。豆は今回は 55g 使います。一応これハリオのレシピ通りなんですけど、全然好みとか、あと火加減、焙煎度、あと豆の種類によって出てくる味って全然変わってくるから、好みで本当に変えていいと思います。自分が一番美味しいと思える、まあ味をね、やるのが一番いいと思いますよっと。はい、じゃあ豆を引いていきます。引き加減は中細引きくらいですね。はい、OK。そしたらこのコンテナを開けて、この粉を入れます。こういう上下とかあったりすると入れやすいかもしれないですね。で、今度はこの蓋部分に装着します。よし、OK。簡単に合体できましたね。よし、はい、そしたら最後、水を注ぎます。ただここでポイントとして、僕は必ず冷えた水を使います。浄水器とか水道水であれば、あの冷えた水出てくると思うんですけど、僕ペットボトルの水を使うんで、これ絶対に常温じゃなくて冷蔵庫であらかじめ冷やしておいてから使います。特に真夏なんかもうぬるま湯になってたりもするから、これで水出しを入れようとするとちょっと味がブレるんだよね。これを冷蔵庫に入れてからしっかり冷え切るまでかなり時間かかるから、もうあらかじめ冷やしておこうと、そういうことで入れてます。あと本当は氷があるともっといいんだけど、あ、そうだ、今日氷あったな。
はい、飲む用にね、買っておいたやつがありました。氷があればあらかじめこうやって入れておくとより冷えやすいですね。コーヒーだけじゃなくて紅茶の水出しとかでもこの手法をよく使うかな。よいしょ。はい、それでは水を注ぎます。よし、OK。そしたら栓をして、これをゆっくり左右に振り、コーヒー粉に水をなじませます。おー、出てきた。出てきた。この調子で冷たい水でゆっくりゆっくりコーヒーを抽出するのが、コールドブリューのコーヒーです。じゃあ冷蔵庫入れてきますね。これで8時間待ちます。おお。やっぱね、線があるからこういうとこに入れるときでも斜めになってもある程度は大丈夫だからさ。どうかな、水漏れとかは。あ、そんなないね。大丈夫だね。ちょっとやそっとじゃ漏れなさそう。じゃあこれで入れます。だいたい水出しコーヒーって6時間から8時間なんですけど、まあ一回8時間じゃなくて6時間で見てみるか。はい、とりあえず6時間経過したんで持ってきました。ちょっと薄いかな。いけそうっちゃいけそうなんだけど、氷入れたらなんか薄まる気もするな。もうちょっと、まあ、2時間、やっぱ8時間待ちますか。もう一回入れてきます。はい、というわけで、さらに2時間経過いたしました。お待たせいたしました。はい、こちら水出しコーヒーこんな感じになってます。うん、色はさっきより濃くなっていい感じの水出し具合になってますね。抽出が終わっております。じゃあこれ外しますか。まあ、好みによってはね、これでね、つけてていいと思うんですけど、まあ、僕は過抽出になっちゃってもあれなんで、よいしょ。ああ、本当になんか、コンテナになってるから、前のやつよりすごく扱いが楽ですね、粉の。掃除も楽そう。よし、OK。こんな感じのコーヒーが仕上がりました。こぼれない程度に軽く混ぜて、よし、じゃあ注ぎますよ。せっかくですからね、色見たいからグラスにしました。本当はこういうね、樽型のキンキンに冷える、カップもあるんですけど、今日はじゃあビアタンで。なんかそのうち良さげなの買っときますね。よし、それでは注ぎます。おお、うまそう。よし、はい、というわけでね、こちらコールドブリューのコーヒー出来上がりました。美味しそう。ちょっとお茶みたいな、ね、優しい色してますね。やっぱりホットとは出る成分もちょっと変わってくるんで、味も全然違うはずです。いただきます。でもいい香り、いい香り。あ、キンキンに冷えてる。あ、でも、あれあれ、なんか今回すげえうめえ。あれ、いや、いつも美味しいんだけど、今日特別うまいな。ん？豆選びがそう良かったかな。うん、すごい好みの味してる。うまっ。ガテマラ合うな。苦味はしっかり、しっかりホットと比べるとそこまで強くない。まず口当たりがすごく柔らかくて、お茶と間違えるくらいだけど、ちゃんとコーヒーですね。うん、スルッスル飲めてしまうような。あー、柔らかいな。んー、でもやっぱりなんかいつもより味が澄んでる気がする。やっぱ栓のせい？完全密閉ではないにしろ、ちゃんと蓋はされているからね。あと新しく酸素が入ることもないしね。まあ基本的にあの水出しコーヒーの良さって、低温でじっくり抽出することによって、まあホットでは出ない成分もあのじっくり出すことができるし、あとは、酸化を抑えるってことですね。ホットで、まあ、ずっと置いておくと、まあ、すぐ酸化して悪くなってしまうけれども、冷たいまんまこの後一緒に水とつけてね、冷蔵庫に保管しておくことで、まあ、ゆっくりゆっくり酸化させずに抽出することができると。まあ、逆に言えばホットにあってこっちにはないものも出てきてしまうんだけれども、まあ、それはそれでね、どっちも楽しみ方だから。てか うまいな。あれ、思った以上にうまいな、これ。でもさっきのお見せした、もともと僕が使ってた方は完全に線じゃないから、まあ酸化とかの面じゃこっちの方がやっぱ勝ってるのかな。
あーうまいや本当ねお手軽なんすよね。粘土ミルとかさえあればあのすぐ引くことができるし、ちょっと手引きになるとねどうしても 55g ってなかなかきついものがあるけど、粘土ミルさえあればあとはもう麦茶感覚でねほんとつけて置いとくだけだからさ、一晩寝る前にやって朝もう飲めるから水筒に入れて職場に持っていくこともできるし、いやこれはねうまいっすよ。全然多分氷とか入れなくてもよかったと思う。もうそもそもこんだけキンキンに冷えてるからね、お茶感覚ジュース感覚でもうカパカパ飲めちゃうようなすごいねほんと優しい味わい。うん、あーうまい、あうまい。前に紹介した適化式とはまた本当違いますね。やっぱ温度も違うでしょうし、条件もいろいろ変わってくるからさ、で冷やしている分ホットほど香りに準ずるようなこう複雑な味わいとか繊細なあの味覚審査はできないにしても、それでもやっぱ豆のあのチョイスってすごく変わってくるんだなってすごく実感できたし、いや本当面白いですね、目指しコーヒーのコールドブリュー。いやちょっとこれからお世話になりたいと思います。はい、というわけでじゃあ今日はこちら、ハリオのコールドブリューはフィルターインコーヒーボトルだったかなのご紹介でございました。一応下にリンク貼っておくんで、もしよろしければチェックしてみてください。はい、それではまた次回お会いしましょう。じゃあね。